コープレイは、哺乳モクウシカウシ族に分類される、偶帝類。1937年に、カンボジアで初めて発見された。かつては、カンボジア北部のほか、ラオス南部、ベトナム西部、台東部の森林に分布していたが、2007年現在では、カンボジアに約250頭が生息するか、絶滅状態にあるとされている。1937年に、 万戦の動物園に輸出された未成熟のオスカタ170から190センチメートル体重910キログラムメスよりもオスの方が大型になる他の牛族に比べ細身で足と尾は長い背にはコブがあるがコブ牛ほど発達してはいない体色は茶褐色から灰色または黒年を取ったオスの方が体色は濃いが足の下部は 雌雄ともに白い。また、オスの首には、肉水がある。オスメスともに発達した角を持ち、メスは上に螺旋を巻いたこと型、オスは前にきなし広がったアーチ型をしている。鼻に、溝がある。背の低い森が、部分的に広がる丘に住み、中高生で、昼間は森、夜は明けた土地で草を食べる。普段は、メスと、子供だけからなる20頭ほどの群れを作って、 生活するが、寒気には、オスも行動を共にする。1937年の発見時においても戦闘前後しか生息していなかったと考えられているが、住民や兵士による、狩猟、家畜からの伝染病、生息域の減少などのためさらに数が減少し、最後の確実な目撃は1983年であり、2007年現在では250頭。 ほどしか生存していないか絶滅してしまったとみられる。本種は1937年にフランスの生物学者アシーユ,ユルバンにより発見され、生態がバンセンの動物園へと移送されて模式標本となった。その後、本種が分類学的に独立したしか否かは、形態学的な検知から長く議論が行われ、他の牛属動物との雑種説、別属説、 分断種分化したテン説、野生化した家畜説などが提出されてきた。2004年になって DNA の分析より本種は独立した野生種であるとの報告が行われた。この説に対しミトコンドリア DNA の比較から古文史とテンの雑種が野生化したものであるという反論が2006年に行われた。2007年時点ではより広範囲に行われた。 DNA 分析及び化石の検討から独立種であるという見解が主流になっている。ありがとうございます。